皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もデイズゴーン遊んでいきましょう。さあ前回について今日もねメインミッション攻略していきましょう。今日のミッション、多分これ残り1個かな。ストーリーあれですね、忘れられない記憶、ミッションタスク忘れはしない、ネロの避難キャンプにいるフリーカーを一掃するというもの。おそらくここで妻のサラが死んだっていう設定なのかな。妻の墓標があると。ただまあ多分生きてるんでしょう。声優さんが坂本麻也さんだからね、そんなに簡単にいなくなるはずがないと思う。でこっちね、ずーっとこっち北上する、行こう。まずバイクでこっち、さあすぐ着くかな多分。去年4月30日、いよいよ平成も終わりか。平成最後の日、それと今日ですね、多分ね、チャンネル登録者さん10万人超えるかな。割と節目の日になるっていう。4月ね、本当にいろいろありましたね。猫ちゃん飼ったし、令和になるし、10万人超える。あとなんだろう、あとね、何かあったんだよな、すごい忙しいこと。こっち、まだ大量の巣だ。またそこにも、あ、本当だ。これちょっと待ってね、一旦こっち素通りしよう、あとで壊す。よし、ここにもで、ずーっとこっち来て、鹿かわいそうなんで引きません今回は。燃料これが少ない。後で始末してやるからな。さあどうかな、この近く寝ろ。いずれは跡形もなく消え去っちまうんだろうがな。おし、さあ探索。キャンプに避難して結局全員死んじまうとは、ネロなんかに期待しちゃいけねえんだよ。今のこれ内側からね、手突っ込めばよくない？ダメなんか、ちょっと違うんか。よし、さあ新武器、あ、じゃないわ、すいません SF か。リーコン、こちらタッカーだ。はい、前にも言ったけど、ここ数日ブーザーの可愛い顔を見てないね。元気にしてるかい？いや、タッカー、ブーザーなら平気だ。最近忙しくてな。どうせマークコープランドの仕事でもしてんだろうね。私のことが苦手なんだろう、ブーザーは。俺に聞かれてもわからねえって。じゃあな。ブーザーね、平気ってほどでもないと思うんだよな。これいいか、よし。で、お花を摘んで、そっち。周辺これ他に何かある？爆弾、ガソリンないか、角材とトランク一応取っとく。うん、間違えて、よし、こっちへ行こうとね。こういった警察車両ね、確かに弾があるって話、一応こじ開けよう。あれですね、弾薬とガソリン缶、よしよし。ここもね、なんか広いんだよな。広いということはって話なんだよね、このゲーム。いいぞ。広いということは立ち回るんでしょう。ね、若干声すんな。これ何？弾薬。弾は結構ある。あるということは使うんです。ここにも。これ何？弾薬。弾これすごいな。めっちゃいっぱいある。そんな撃っていいの？でもね、いないんだな。意外とおらん。誰もおらん。火炎瓶。これ大丈夫ね。パイプ爆弾。1個ある。よし。あそこにいた。よし、そさっといって、こうじゃ。はい。で、耳取って、進行方向ね、そっちっぽい。そっち、あ、あれか。あの、車ね、多分、押していくんだ。でも、こっから行けないか。おそらくあっち側に回っていくんだと思う。さあ、どっかな？あそこにいた。あー、そう来る、そう来る。いいだろう。来ないんか。来い。よし。命中だ。いけるぞ。
トイレ、こん中いませんね。大丈夫ね。他に何かある？耳。これ取って、もうないか。自分そう昔ね、サーカスに行った時があって、家族で。で、その時に母親がこういったトイレに行ったんですよ。仮設トイレね。でね、なんかよくわかんないんだけど、急に不安になって、母親に会いたくなったんですよ、トイレに行った。で、こう、後を追って、ママママって言いながら、扉をね、バン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 、片っ端から叩いて、でね、一つ無理やり開けちゃったんだよね。開いてしまってバカーンっていう風に。で、そしたらね、その中にこう、全く知らない女の方が一人いて、あれね、本当に申し訳なく思っております。謝りたい。過去を変えたい。あればかりは、本当に申し訳ない。あとね、そっち行けるわ。寝ろ。ここ、これ、なんもない？ないね。さあ、こっち。この距離はね、ここでこう、わさっと出てきたら、ショットガン、もしくは間違えて。近いな。この近辺。どこだ？あれ、だいぶ近いんだけど。あ、上か。おそらく。ここがこれ意外と何もない。あー、これそっちね。そっち多いな。これ開くの？開きませんね。変形してる。これ若干迷路っぽいな。あそこにいた。さあ来るがいい。これ。あれ、ヘッドショットじゃないの？よし。さあ呼んで、ぶっ放す。こっちへ来い。もうちょいこっちへ来い。よし。さらに奥。もう一匹いた。そう。私は知ってる。オッケー。弾込めとくか。さあ耳。これ取って。弾薬かなこいつ。あですね。よしよし。もうちょっと撃ってもいいか。弾幕ね。貼っていける。で、こう通ってそっちね。いや、これよくわかんねえな。どうなってんだ？そっち、そこになんかある。ん？これガス管ね。あれ？これさっき来たっけ？こっち。いや、来てないか。待って、この、これ何？フリーカーを一掃する。よし、こっからか。9分の0。よし、ぶっ殺そう。近いな。この近辺。これ何？瓶ね。瓶振る。こっちこれいませんね。さあどこかな。そっちか。どっちかっていうとそっちか。よし、まず私は草。あ、そこにいっぱいいた。これそうね。火炎瓶。火炎瓶ちゃんはどこだい。待ってね。こっち。ね、でできればマルチキルしていきたいと思ったんですが、ここかな。よし。やめろ。いいか、肉を食らいたいならどっか他を当たれ。このキャンプでクラフトかけてこっち。お前らのじゃない。バレてませんね。よし。これはね、ぶっ放したの牛。あ、湧いてきた。あと、そっちにいるんだな。バレてない。これ困ったな。やっとくか。よし。これバレんの？多分これバレてますね。おら！こっち。こいつ。はい。行ったぞ。さあ残り3匹。よしよし。さあ耳取って。スクラップ、これはいらないか。あと注入器、どっかにあるか。俺もネロのボイスレコーダーだ。まず布。何があったんだ。聞いていこう。緊急事態。こちらはスリーフィンガートジャックの西にある南京村だ。巡査の応援。ダメだ。おい、うるさいぞ。今すぐ援護が。ちょっと待ってろ、この。こちら難民キャンプ13デルタ襲撃されている。聞こえるか。貸して。何やってる。いいわ。なんせろ。話せ。貸して。
よし、もうちょい。オッケー。さあ、全員かな。やたら少なすぎる。その割にこのドラム缶ね、やたら多い。これ大群なのか、もしかして。ぜひともやり合いたい。よし。サラ、全部片付けた。もう心配はいらない。で、墓標ね、この奥か。ああ、よう。俺だ。急がないと。ねえ、伝えたいことがあるの。俺の腕なら大丈夫だ。あなたに戻るべきじゃないって言われたのに聞かなかった。危険だって知ってたのに。もうこんな状況になってるなんて誰も予想できなかった。そうじゃなくて、こうなったのは全部私のせいなの。あなたに何かあったら。心配するなって。俺は平気だな。リコ待って。サラ急げ。子供がいる。えねえ、あなたは大丈夫？ほら、一緒に親を探しに行こう。早く行くぞ。大丈夫か？わからない。でも深くなさそう。いいか、これを当ててしっかり押さえてろ。走れるか？でも歩けそう。よし、十分だ。あと少しだから。国の奴らはどこ行った？きっとみんな避難したんだわ。ああ、きっとそうだな。熱が出てる。内臓をやられたのか。このままじゃやばい。大丈夫かサラ？バカみたい。あんな小さな子に刺されるなんて。ひでえ鍵だ。おい、手を貸せ。よし、ゆっくりだ。また来るぞ。ここにいたらまずい。屋上に行ってヘリを探すぞ。よし、ここで休もう。おい、ゆっくりな。あの子はなんだか妹に似てたの。小さい頃はよく一緒にかくれんぼをしてた。妹はね、いつも上着であんな風に頭隠すの。あの傷はかなり深いぞ。熱が出始めてる。ありゃ、まずいな。ここを出よう。あっちはダメだ。こっちだ。さあ、動けるか。うざ。いいぞ、先に行け。早く出てけ。お前が妻を殺した。よし、そうだ、そこに座れ。そうだな。どうする？そうだな、奴の注意を引け。俺は後ろから回り込む。分かった。気にすんな、行け。いいから行けって。お前が殺したんだ。なあ、おい、ちょっと待てよ。見ろ、武器はない。出てけ。落ち着いて聞いてくれ。怪我した嫁をここの屋上に連れて行きたいだけだ。お前が殺した。上でヘリが待ってる。俺の妻を殺した悲しみ。いや違う、それは俺じゃない。聞いてくれ、俺だからその人に何もしてないんだ。サーリー、何もしてない。この人殺した悲しみ。お前が殺せ。殺したんだ。お前が悪い。好き、やめろって。おい、やめろ。リコ、何があったの？大丈夫？行こう。おい、助けてくれ。怪我をしてる。彼女、どうしたんだ？あの、怪物どもにやられたんじゃない。刺されたんだ。でも、ヘリはいっぱいだ。
なあ、聞いてくれ、オブライアン。早く病院に連れて行かないと、このままじゃ死んじまう。病院なんてないよ。おい、なんだよそれ。だったら医者は野外病院とかなんかあんだろ。僕はただの大学院生なんだよ。そんなこと僕に言われても困る。オブライアン。ああ、分かったよ。でも、ヘリには2人までしか乗せられない。2人ってふざけんな。無料オーバーなんだよ。2人以上は無理だ。分かった。おい、手伝ってくれ。ほら、安心しろ。大丈夫だからな。捕まって、すぐ戻ってくる。よし、ブーザー、早くヘリに乗るぞ。待て、早く乗らないと。聞こえてたぞ。あと2人しか乗れねえんだろ。ほら、さらっと行け。心配すんな。こんな傷、へでもねえよな。そうだな。行き先は？何？どこ行く？スリーフィンガードジャックの西にある難民キャンプだ。ダメ。サラ、ブーザーを一人で残したら死んじまう。ゆっくり休んでくれよな。また後で様子を見に来る。お前がそんなこと望んでないのは分かってるんだが、俺はどうしてもな。まあそういうことだ。また来るよ。さあ、ミッションクリア、忘れはしない。こうなったのは全部サラのせい。あれ、どういった意味なんだろう。あと、彼女の社員証ね。多分ネロの職員なのかな。で、問題その後どうなったのか。さあ、信頼ゲット。よし。で、忘れられない記憶。これは 11%。まだまだある。10倍ぐらいある。9倍か。ここの大群いないんすか、これ。ブーザー。え？またネロのヘリだ。おらんの？何やってんだろうな。返信がない。ブーちゃんや。これちょっと拍子抜けですね。大群来ないの？リー君、おい、聞こえてるか？平和だったんで、腕がなまんねえように道具を作っといた。後で取りに来いよ、気に入るぜ。ブーザー、行ってみよう。ありがとうよ。後でそっちに行く。で、帰り道。これをどかしてそっち。他にこれなんもないもんね。こっから大群来る？来ないかな？来てほしいな。ないですね。あ、待ってね。燃料。よし。灯油。と、弾薬。まあ、弾薬これぶっちゃけなくてもいいか。あと、草がある。よし。草買って、こっち。ここも、草ね。ベリーっぽいやつ。ガンコーラン。あとはね。瓶。オッケー。こんなもんかな。で、次。次のストーリー。これ何？どこに行く？フリーカーキラー。もしくはこっちね。これもやってみようか。ネロのヘリコプターを追いかける。これどこ？ずーっとこっち。こっちか。これはガス必要かな。ガソリン缶。確かあったな、さっき。どこら辺だっけ？こいつか。よし、燃料だ。よし。と、弾薬。これ取って、これは捨てなくていい。こっち。
で、わしのバイク。これバイク乗りの方ってバイクにね、名前つけたりすんのかな。車とかどうなんだろう、つけてる方いらっしゃいます。よし、よし。で、これ乗って追跡1キロ行きましょう。こっちだ。そこまで遠くはない。ただこういうとこね、これ怖い。またか。そもそものことの始まり、話は第二次大戦期に遡る。1947年、政府は国家安全保障法を定めた。この法を振りかざし、政府の奴らは道路や線路、ラジオを好き放題に取り上げやがった。令状もなしに、政府を滅ぶ。俺たちはまだ、世界の真実を暴くため、こうなることは分かっていた。昔、死の収容所の写真があった。市民を拘束するためにネロが作った施設だ。誰も信じなかったが、あの時市民が声を上げていれば今の状況は防げた。それがラジオフリーオレゴンのマーク・コブラ。嘘を信じよう。まあ、一つだけ正しいのはネロが作った難民キャンプ。野党のキャンプか。何？毒でなしのたまり場だな。今週は何人襲ったんだ？野党のキャンプ、これどこにある？ちょっと待ってね、マップ。ここらしい。キャンプ殲滅。ただ、どっちかっていうとこっちかな。一旦こっち先行こう。鹿か。もう今は車に気をつける必要ねえな。さあ残り 500m、 半分ぐらい。あそこもなんか街っぽいな、都市部。こっちだ。そしてこう下ってドリってからのこういろは坂で、どっちだ。あ、待ってね、今あの、そう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 、レーザーサイトね、一瞬見えた。いるのかスナイパー。フリーカーの巣だ。またか。ここら辺のスウォーマーを減らさないと。で、その前にこっち。さて、もうちょい。こうか。どう？ついたよ。ただ賞金を稼ぎたくてフリーカーを買ってただけだ。それ以上の理由は何もない。さあさらに追う。こっからね、こっからスタート。ちょっと狼か。ランナー、走るもので、さらにフリーカー。あ、これ結構来てんな、ランナー。後ろ見てる。待ってね。どうだ、よし。で、どっちだ、こっちか。あぶね。さあこっからこういってジャンプ。はい、耐久値多分大丈夫。さあこれどこに行く。おっと、待った。速度が落ちたぞ。降りる気かもな。どうする。電気消す。で、待機。え、降りるんじゃないの。あそこ行けと。こうか。多分こうだ。
さったね。どうする？まだ行くの？まだ行くの？どうしたんだ？撃たれました。でジャンプ台ある？大丈夫か？ああでも単なる警告だろ。奴らが本気で狙ってたらとっくに死んでる。自殺願望の話覚えてるか？ああだからそれはねえって。じゃあな。これマップで言うとどこだこれ。ちょっと見てみようか。あぶねえ。ここですね。中央か。こう走ってきたんだ。こういう風に。なるほど。鎮静剤が効いてない。いいえ効いてるわ。出なきゃ今頃頭を持ってかれてる。先生いい加減に。おとなしくしなさい。来るぞ。あと少し。何するの。限界だ。引けるよ。作戦中止、撤退を。早く乗って。行って。あーちくしょう、大軍か。よし、大軍戦、やり合おう。あれ、捕まえたいんだね。ただ、どう考えてももっといい方法あんだろう。よし、無線機を手に入れる。残り、何匹？ 5、6匹ぐらい。これどうすかな。石ころ。一旦これ投げよう。妨害物。よし。で、そこら辺にこう、ポイして、集まってきたら、で、寄ってきたところを燃やす。そこら辺かな。はい。一匹だけなのか。あ、これちょっともったいないパターンですね。よし、燃えろ。振り返ろう。もう一発いくか。そこら辺。どうだ。よし。3匹。OK です。で、クラフトかけて、2個作る。素材大丈夫ね。OK だ。よし。さあ、回収しよう。周辺、大丈夫？あたり、すげえ声がする。近くの敵を排除して無線機を取る。はい、こいつか。ふん。やりました。弾薬。と、注入器。じゃない。包帯か。こいつか。おい、まさか、持ってくる。あ、待って、耳。それは俺のだ。耳取ってよし。そう、なんか知んないけども、パルクルが始まった。撃たないか、これ。撃っていいの？だが、このチビども、足が速いな。速攻で終わったぞ。ね、奴ら何やってた？いや、よくわかんねえが、フリーカーを集めてるようにも見えた。ニュートに首輪みたいなのをつけて、追跡装置でもとっつけるつもりかもな。フリーカーを集めてる？どういうことだ？だから、奴らを捕まえて、実験用のサンプルかなんかを取ってるんじゃないのか。たく、どうかしてるぜ。スウォーマーが突っ込んできたんで、奴らは逃げてったが、無線機を落としてったんだ。おめえ、まさか、サラが生きてるって。いや、そんなはずはないと思うが。でも、あの時サラを預けたネロのやつ、オブライアンも、生きてたんだ。とにかく奴を探し出して、サラのことを、聞いてみる。そうか、分かった。腕の傷が治ったら俺も手を貸せ。あいつを見つけようじゃねえか。ああ絶対にな。また後で連絡する。じゃな。さてオブライアン、どこにいやがる。鍵はオブライアンか。でもこれなんで死んだっていう結論に達したんだろう。そこだよね。
よう。どうも。あのさ、道を教えてもらえないかな。何、迷ってるの？そう、オールドベルナップって道探してるんだけど、なかなか見つからなくて。からかってるんでしょ。いや。何？何なの？ねえ。最高。信じられない。ほんともう、最高。で、道のことだけど。悪いんだけど、そのベルノック？ベルナック？ベルニー？ベルナップ。ベルナップ、そうそれ。本当に悪いけど、私もわからないわ、ごめん。うん、ダメか。ダメね。そうか。まあ、ありがとな。ちょっと！乗せてやろうか？ええ、お願い。もう聞いてくれないかと思った。私はサラ。ビーコンだ。あ、手汚しちゃってごめん。これどうやってその。だって普通に。また上がればいいさ。わかった。こう。オッケー。いいわよ。ちょっと。しっかり捕まってろ。どうもありがとう。気にするな。この辺りって何もないから助かった。そんなことはない。すぐ先にはクレイジーウィリーだってあるし。それにでも携帯の電波すら入らないし。まあな。うん、だからその。それでこんなところで一体何をしてるんだ？ほんと何をしてるんだかね。研究をしてるの。そのいろいろとね。そりゃ随分適当な説明だな。ごめんなさい。植物関係よ。植物関係？ええ。これ何ずっと社員証下げてんの？サラさん。ねえ待って、危ない。捕まれ。危ねえだろ。びっくりした。大丈夫か？でも死ぬかと思った、うん、おい、本当に平気か？大丈夫。何なの？あ、よかった、電波が届いてる。もしもし。大丈夫。でもあの車とんだポンコツね。エンストした。今そうね、ここどこだろう。42号線。2キロぐらい行ったところ。じゃあ車で待ってる。なあ、車のところまで戻るんだろう。送るよ。どうしよう。まあさっきのやつらが戻ってきたら喜んで乗せてくれるだろう。それは絶対や。ちょっと待って、今乗るから。急がないとやつらが。もう分かったから行きましょう。でも今度は安全運転でね。迷ってたってのは嘘でしょ。元カノに言わせりゃ俺は人生迷いっぱなしだそうだがな。そんな風には見えないけどね。で、どこから来たんだ？シアトルよ。でも会社が最近この近くに研究所を作ったから、それでこんな辺境の地にやってきたってわけ。植物を調べに？そう、その通りよ。それで、そうそう、あるバイオエンジニアリング企業の仕事を引き受けていてね。それで、ある希少な植物が必要なんだけど、それがたまたまここに生えてるってわけ。すごく面白そうだ。それは治療につながるのか。ああ、なんだあいつら。フリート、見てみろ。嘘でしょ。
何戦闘すんのあいつらか。コロリンできない。3対1これいかんだろう。さあ主人公補正、コロリンができない。アルくんじゃない。ちょっとこれ無理だよ。こんなのトライアングル陣形。ほらどうした。やろうが生きがってんじゃねえぞ。いいぞ、もう一発やってやる。どうだバイカ野郎。おら、さっきの勢いはどうした。たく頭の悪いやろうね。そうだ、いいぞ。たまってんじゃねえぞ。たっぷり思い知らせてやるからな。マジか、くそ、逃げるぞ。おい待て、俺置いていくな。早く出せ。ほら撃っちゃった。信じられない。嘘。ああ、どうしよう。なあ、ごめんなさい。私慌てて、あなたのカバンにこれが入ってるのが見えて、それで人を殺すところだった。まあ嘘みたい。殺すつもりならちゃんと狙わないとな。こんなことしたの初めてなの。ただ落ち着け、もう大丈夫だ。銃が見えたから警察呼ぼうとしたんだけど、ここ電波が届かないみたいで。迎えが来るまで一緒にいるから。そうね、ありがとう。初めて銃なんか撃ったわ。そいつは驚きだ。そう、セモノでミッションクリア、道を教えてくれ、2000経験値で、さらにストーリー進行 19%、 目的過去との決着をつける。さあ終わったっぽいよ。これで次どこに行く。ストーリー次、そうね、フリーカーキラー、あとこっちね、襲撃キャンプ殲滅。これそうですね、今回時間の切りがちょうどいいんで一旦断りにして、で次回ですね、こっちかな、襲撃キャンプ殲滅。あとね、おそらく何かしらのストーリーミッションが出てくると思います。そっちをね、潰していきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回デイズゴーンでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。タカ、ホットスプリングスキャンプ、聞こえるか？ラーソンが見たっていう生存者についてもっと情報をくれ。ディーコン、分かってるのは若い女だったってことだけだよ。いや、待った。そういえば橋の横のパンケーキ屋のそばだって言ってたね。ああ、その場所なら知ってる。わかった。そっから調べてみる。いいかい。必ず私の元に連れてくるんだ。そうすれば最近ドリフターの連中から仕入れた銃を売ってやってもいい。そいつはありがたい話だな。